女装ドライバーガールロビンソンのソワソワラジオ。この放送は KPC ホテル&リゾートの提供でお送りいたします。はーい、さーい、中華ナビラあ、くすよ中華ナビラ。今日は6月の6日ね、はい、はい、夜9時半を回りました62回だっけ2回だよね、オッケーオッケー、第62回、はい、じゃあさ、ドライガイドル旅に沿わのそうそうラジオの時間となりました。イエーイ、イエーイ、パパウー、まあ、まあちゃんまあ、ちゃん、はい、はい、この番組は、はい、時々雑談することもありますが、はい、LGBTQ 関連をメインにお話しする、はい、情報バラエティ番組です。はい、バラエティ系番組です。はい、はい、日曜ゴールデンタイムに踊るのはエラバリー担当、インスタ映えのロビンソンと魅惑のテクニシャン、宮城フェスティバルでーす。よろしくお願いします。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。これ QC とかもちょっと間違ってる。あ、はい、はい、この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組への感想や質問やご意見何でも OK。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp となっています。 Google ではソワソワラジオやロビンソワで検索するといろいろな情報がヒットしますよ。そして LINE LIVE も行っており、ツイキャスや YouTube や LINE LIVE で見れちゃいます。見逃し配信については YouTube でソワソワチャンネルで検索するとヒットするので、ぜひご覧くださいね。ご覧ください。ご覧ください。そして、ライブ配信アプリ LINE LIVE は、LINE LIVE アプリをインストールしてお持ちの LINE のアカウントでログインをすれば、ソワソワライブで検索するとヒットします。 LINE のタイムラインにも出てくるんですけども、はい、コメントやいいねはアプリからじゃできないので、ぜひログインしてロビンソワのフォローをお待ちしております。それでは皆さん最後までお楽しみください。はい、お楽しみください。イエーイ。はい、早速、ツイキャス、ちゃんおかさん来てます。はい、はい、ロビンソワちゃん、宮城さん、こんばんは。はい、こんばんは。あら、フレーム、パンダフレーム来た。はい、前回もフレームいただきましたよね。はい、パンダと、はい、何あの変なの変なの言うな。まあ、100倍も言ったっけ。はい、ラジオでね、聞いてる方、はいはい、ライブ配信中で画面にね、今かわいいかわいいパンダのフレームが出てきてるんですよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、そして、LINE ライブからも何名かいらっしゃってますね。はい、何名かいらっしゃいますね。ケンコさん、ケンコさん、はい、来てます。あららららおなじみの、はい、ありがとうございます。いつもね、はい、会長ですね、もうはいですよ ね。はい、ありがとうございます。もしよかったら皆さんコメントしていってください。ください。お願いします。お願いします。はい、じゃあですね、今日は先に、はい、最近ちょっと恒例の、はい、はーっていうゲーム。はっていうゲームね、はい、ライブ配信の、ね、はい、方、こういう箱の、はい、はーっていうゲームがあるんですけど、はい、お題があって、はい、そのお題を、うん、まずね、出題する人方言うの、はい、言って、うん、この歯はどういう意味の歯なのかを、またその出題する人が選択肢を言って、はい、うん、でみんなで回答するっていうね。お、なるほどなるほど、感じのやつです。うん、じゃあ今日はわかりやすい、はい、ミヤフェス君からお題をお願いします。はい、これでお願いします。お、まさにまさにまさに見たのね、あなたね。お題は見た。あ、お題見たのね。はい、今日のお題は、はい、歯です。はあ、そのままですね。もうはあというゲームのはあです。もうどういう意味のはあかを当てるわけね。当てる、はい、ということで、はい、はい、じゃあ、はい、いきますね。はい、はあ、はあ、ほほ、はあ、ほほ、はいですね。これは何のはあかを当てるという、今から、じゃあ、じゃあ選択肢に2つね、うん、選択肢を2つ出すので、はい、当ててみてください。はい、1番が、はい、なんでの歯、うんうん、力を貯める歯、うん、です。ああ、もう2ついっちゃった。もう言いました。2番目が力を貯める歯、はあ、
もう分かった。はい。分かったー。分かりました。うん、ペロペロ。はい。なんでペロペロしたの？なんとなく。はい、なんとなくですね。はい、はい、じゃあこの回答は、じゃあ後半ごろ。後半、CM 開けてから。そうですね、CM 開けてから。行ってみましょうか。はい、10分後ぐらいに回答を出します。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そうですね、はい、前回の5月30日の放送でもちらっと最後のあたりで言ったんですけど、そうですね、ちらっとね、はい、言いましたね、重大発表ですね、はい、今月から、うん、ちょこちょこっと変わっていきます。番組が小出しにしてますね、なんかいろいろね、はい、はい、どんどんこれで引っ張ってネタを引っ張っていく。いやいやいやはい、はい、なんとこの度、はい、今月からですね、はい、皆さんね、最初でちょっと気づいた方もいらっしゃるかなと思うんですけどね、オープニングで ね、うん、はい、はい、スポンサーさんが、はい、決定いたしまして、はい、その名も、はい、KPG ホテル&デザートさん、はい、に決定いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。まちゃんまちゃん、はい、はい、親子でね、はい、はい、親子で、はい、KPG ホテル&デザートさんっていうと、はい、恩納村にあるカフーリゾート付着コンドホテルさんですとか、うん、はい、あと沖縄市にある、まあ、グランメロリグラン沖縄グランメロリゾートさんですとか、はい、うん、なんで私笑ってるのかな、はい、沖縄サンコーストホテルさんなど運営してる、はい、大きな会社、はい、企業様ということで、うんうんうん、ホテル以外にもレストランとかも、はい、沖縄以外にも、はい、まあ、長崎とか他の県にもね、はい、構えてらっしゃって、うんうんうん、結構大手の、はい、企業様なんですけれども、はい、LGBT に対し LGBTQ に関する結構活動も、うん、はいはいはい、積極的にされてるっていうこともありの、うん、で、ごめんなさい、何年、2017年ぐらい、あ、その前からかな、はい、毎年秋ごろに沖縄の、まあ、那覇でやっている、はい、うん、LGBTQ の祭典ピンクドット沖縄の、はい、スポンサー様でもあります、うん、っていうこともあって、あ、なるほどなるほど、で私もそのイベントに、うん、広告大使として、はい、出たことが2回ほどあったんですけど、すごい、ありがとうございます、うん、その関連で、うん、所長様田中さんと、うん、お知り合いになって、うんうんうん、でインスタでもつながって、うん、まあ、そういった関係で、うん、ちょっと私から色仕掛けを色仕掛けしたなあれ。そうでしょ。どうしよう、スポンサーさんどこにいらっしゃるのかしらって思ってたら、うん、あ、やだ、素敵な男性がいたと思ってはいはい、おっぱいの画像と一緒にね。いやいや、嘘でしょ。嘘でーす。嘘ですよ。やめなさい。もうすぐそうやって言うのは。はい。言いたくてしょうがないもん。はい。はい、控えなさい、もう。はい、わかりました。はい、控えろーって、ね。はい、この肛門が目に入るのかってね。あ、はい、違うか。違う違う。肛門どころか。もう広げない話を。パーフェーン。はい。そういうこともあって、インスタから、はい、うん、ダイレクトレーメン、ライアフカム、カムさんも。はいはい、もう。落ち着いてください。ジャンガジャンガジャンガ。はい、ジャンガジャンガ。そういうこともあって、ちょっとアクションしてみたら、はい。はい、ぜひお話を伺っていただける、おう。っていう展開になりまして、うんうんうん、はい、この度、実現しました。うん、おー、素晴らしい。で、まあ、ざっくりな経緯なんですけども、はい。はい、はい、そんな感じで。うん、でまあ、この番組もね、LGBTQ に関するお話、どんどんやってるよっていうことを。はい。アピールしたところ、まあ、そういったつながりがあるからってことで、うん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 、お引き受けしていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当に。はい、感謝いたします。はい、うん。感謝いたします。今そんなね、まあ、KPG ホテル&リゾートさんなんですけども、はい。まあ、今後、結構ホテルのお得情報も、この番組内でね、うん、お伝えしていけたらなと、はい。思います。はい、なんか、ね、うんうん、ランチですとかディナーですとか宿泊券とか、はいはいはい、クーポンですとかね、うんうんうん、そういったものもリスナー様プレゼントっていうことで、そうですね、いただけるとはいいうことなんですよ。ですね。なんかホテルの社員さんっていうんですかね、うんうん、関係者の方も、月に何度かね、うん、
出ていただけるというお話もあったので、うん、お楽しみですね、うん、はい、やだ待って、ちょっと FM こそ外ゴキブリ飛んでるやだちょっと元気、外だからいいんじゃない、元気元気って、あ、キャラかな、まあいいや、うん、すいません脱線しました、はい、はい、脱線しましたね、はい、はい、あの、わかる、あの、何、女村のカフーリゾートホテル、カフーリゾート、はい、存じ上げております、わかる、あ、はい、そこね、あの、実は私たち、虹色チラーズ含めて、はいはい、あの、まあ、ビアの方とか、はい、他にも、うんうん、あのジェンダーの方たちとかで、うんうん、2020年の2月の後半末、一番最後の確か土曜日だったかな、うんうんうん、に、LGBTQ の、うん、ウェディングショーっていうイベントが、結構大掛かりなイベントがありまして、はい、あのその時さ、うんうん、あの総合司会が沖縄で有名な加賀津ゆりさん、はい、おー、はい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 、だったりとか、うん、あとあの、ゲストさんに三河さんですとか、はい、おー、来ててね、豪華な、そうそう、はい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 、イベントがあったんですけど、うん、あのそこで、うん、私もウェディングドレスを着て歩きました、ね、はいはいはい、どうでした？いやー、なんか楽しいね。ああ、そう。こうなんだろう、ウェディングドレスを、うん、あの、着たいっていう夢があったの。うんうんうん、あの、花嫁さんになりたいっていう気分じゃなくて、これを着て、うん、あの、ランウェイしたいみたいな。おー、なるほど、なるほど。ショーに出たいっていう、なんかすごい夢があって、うん、それがちょっと叶ったんで。おー、よかったじゃないですか、じゃあ。でしょー。よかったよ、ほんとに。よかった、よかった、うん。あの、みんなほら、白いドレス着るんだけど、うんうん、あえてね、うん、私だけあの、紫の、おカラードレス。確かイメージカラー。も、紫です。ですよね。私の頭の中も、はい。紫です。やばいやつ。出来上がってますよ。はい、出来上がっております。何の話かな、何だろうね、ほんとに。はい。あの、外の方にあの、プールがあって、はい、で、そこの、はい。あの、そこを歩いたっていうね。はい。なるほど。はい。うんうんうん。ことで、結構盛り上がった、はい、盛り上がったんですよ。あー、なるほど。はい。そんなこともありました。はい。ね。はい。そうこうしてるうちに、うん。42分もなっちゃって。はい。ごめんなさい。はい。2分オーバー。あげます、はい、このコーナー。はい。はい、どうぞ。突然言うよね。はい。この曲聴いて、レッツフェスティバル。今日は、雨が降ってるということで中西康さんの最後の雨を流そうかと思ったんですけど、はいはい、雨止んじゃったんですけど、あら、もう聞いてくださいそのまま、はい、お願いします、はい、じゃあ中西康さんで最後の雨です、どうぞ。どうぞ。ロビンソワのソワソワラジオ、はい、中西康さんで最後の雨でした。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。いい曲ですね、しっぽりしてて、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ただいまのこの時刻は、はい、LGBTQ 情報バラエティ番組、はい、ロビンソワのソワソワラジオを FM コサから生放送でお送りしておりますよ、はい、しておりますよ、皆さん聞いてますか、聞いてますか、はい、ということで、はい、さっき冒頭でやったハーっていうゲームの、お、そうだったね、回答しましょうか、はい、もう一回ね、はい、じゃあ、はい、読み上げましょうかね、今日のお題はハーということで言いますね、はい、はい、はい、ということでね、うん、は、うん、はい、で1番がなんでのハー、うん、2番が力を貯めるハー、はい、ということでね、ロビンはどちらだと思いましたか？私は1番だと思いました。なんで、あの、うん、はあ、なんだから、はあ、だから、あのね、あのね、最後にね、うん、あのクエスチョンがついてた。あ、本当、うん、へえ、そうなんだ。あ、どこに、頭の上にクエスチョンあるって、どっか、あさっての方向がどっか向いてる割と近く見てる。あ、俺の上にねそうそうはあ、ということでね、こんな上から見た方がいい、やだ恥ずかしいなんかやだ、普段見られない場所だから、うん、そうそう、皆さん分かりましたかね、はい、今のハーはどっちのハーでしょうかね、なんでのハーか、ツイキャスとハのナインライブからどうぞ、はい、お答えを、はい、あと5秒待ちますよ、はい、1か2か、1か2か、1なんでのハー、力を貯めるハー、はい、ということでね、はい、じゃあ5秒、はい、もう回答5秒経ったので、あ、経った、もうダメ、は
立ったでしょ。うん、立ったね。はい、もうダメ。回答しましょうね、じゃあね。はい。正解はですね。はい。ロビン正解。イエーイ。はい。なんでの歯でした。なんで。力を貯める歯っていうのが逆に。要するにドラゴンボールじゃない。はーみたいな。あ、カメハメ歯の方ね。ハメハカメハメ歯はもう放っちゃってるから。うん。もうはーみたいな。あ、なるほどね。そうそうそう。はい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 。やばい、なんかちょっとつった。ちょっと胸胸筋がちょっとつった。大丈夫なんとか。はい、でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今後はね、あの、うん、このゲーム使って、はい、なんかね、あのリスナーさんプレゼントとかね、そうだね、やっていけたらなって思ってるので、なんかね、いろいろできたらいいなと思いますね。積極的に皆さんぜひ、ね、お答えいただけたらなと思います。はい、思います。お願いします。はい、はい、じゃあ番組後半となったので、はい、もう一つのお話ね。はい、今月6月はあの LGBTQ に関するあの特別な月で、はい、プライド月間っていうことになってるんですけども、うんうん、このプライド月間とは何かといったら、はい、何でしょう。まあ、要はあの、うん、まあ、世界各地でね、あの6月1ヶ月通して、うん、まあ、いろんなあの、まあ、団体だったり、うんうん、まあ、企業さんだったりとかが、うん、あの、まあ、レインボーを掲げて、はい、イベントだったりいろんなこうキャンペーンをやってるっていうあの月間、うん、まあ、あちこちでいろんなね、はい、ことをやってる、まあ、内容の月間なんですけど、うんうんうん、はい、もともとは、うん、まあ、アメリカから来ていて、うんうんうん、まあ、1969年にストーンウォールの反乱という、はい、まあ、要はもう LGBTQ の方の、まあ、なんていうの、社会的、まあ、政治的差別に関するこう問題が反乱がね起きたっていうことで、うん、まあ、そこからちょっと由来で生きている月間だということなんですけども、うんうんうん、で、まあ、この6月プライド月間っていうことで、はい、私とミヤフェス君、うん、今日なんかね胸にねちょっとあのラジオ聞いてる方はちょっと分かんないと思うけど、はい、バッジをね、そうそう、ちっちゃいバッジ、そうそうそう、ちょっとカメラに渡しておるわ。はい、やだ、それだけやってたらなんかちょっと胸を、そう、乳首乳首じゃない、レインボー乳首、レインボー乳首じゃない、病院行って、あ、なんでなんで特殊変えてる、あ、特殊変え、緊急、緊急だったら、あ、あっちか、救急、緊急だったら空いてるはず、確認しとこうね。あの、あなたのそれは緊急ですかって言われるんじゃない、私、救急、言われるだろうね。ご幸せでって言われるんでしょうね、うん、きっとね、うん、はい、そうよ、うん、ということでね、もう、はい、レインボーの今バッジをつけてます。はい、今月はこれつけてね、うん、番組も参加したいと思います。はい、しましょうね。はい、そういうことだったんですね、今日なんかつけてってあの準備してる時に言われたんですけど、そういうことだったんですね。そうそうそう、なんですよ。はい、うん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 、でちょっと言い忘れたけど、はい、今日の私の印象ね、はい、夏っぽいでしょ。はい、あのスポンサーさんが、はい、あのホテル&リゾートさん、うんうん、KPG さんということで、うんうん、歩くリゾートですから私。なるほど。ということでちょっと夏っぽくリゾートっぽくということで、と、はい、いうことでこういう衣装になってます。なるほど、いいですね。はい、ありがとうございます。夏らしくなってるというか ね、もっと暑くなるからね、暑くなる、まあ梅雨明けてからね本格的に、うん、まあどんどん脱がなるのかなと思いますけども、はい、はい、どんどん脱ぎますよ、脱がないでください。はい、自粛してください。わかりました。はい、ということでね、もう、はい、番組ももうそろそろ終わるんですけど、はい、次はね、はい、6月の13日、うん、はい、日曜日、またこのお時間なんですけどもね、はい、はい、まあ、このあと番組終わってからは、うんうんうん、また LINE ライブで引き続き、はい、私のすっぴんが見れる、はい、化けの顔の向こう側配信します、うんうん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではこの放送は、はい、KPG ホテル&リゾートの提供と、本日のお相手はロビンソワと宮城フェスティバルでお送りしました。はい、明日からまた1週間、はい、そわそわしながら堂々と頑張りましょう。それではまた来週、そわそわ。 Show me your electric walk.